いお疲れ様です元つですす今回のお話なんですけどセブンイレブンに関するお話なんですけどセブンイレブンといえばですね社長がです、ね、明けそこの弁当問題とかに関して逆ギレしてしまって客、まあ、に喧嘩売ってるようなねそんなことを発信して大炎上してるぞということで、まあ、検証するぞーっていうようなね人たちも現れているわけなんですけどこのセブンイレブンの社長無能だっていうことでめちゃ めめちゃめちゃゃ言われまくってるんですよね実際 Google の最初とかでもこんな感じでセブンイレブン社長無能だーみたいなことがね上げられてたりするんですけどっていうのももともとこの社長がやってることおかしすぎるだろうっていうことで過去にも炎上していたわけなんですよね、まあ、そういうのがいろいろと判明しているわけなんですけどこんなことをやってたみたいなんですよセブンイレブン接客全国大会というお笑いネタ作りに最適な恒例会が開かれたようですっていうことで セブンイレブンの中で,です、ね、接客全国大会っていうのをやっててです、ねまあ、1000人ぐらい集まってです、ね、そんなことをやってたんですけどその様子がです、ね、ニュースで報道されてあまりにも接客の内容がやばすぎるだろうっていうことでセブンイレブンが叩かれまくっていたわけなんですよね。まあ、これが年の6月の月話なんですけど まあ、去年からやってるみたいで、その内容があまりにもやべえっていうことで、何させてんだよーっていうことでね、まあ、こういうとこでも社長は無能だーっていうことで大炎上していたみたいなんですよね。ということで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを終わらせていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、ということで、セブンイレブンの接客全国大会がやばいというね、炎上の話なんですけど、そもそもこの大会何のためにやってるのかっていうのが、 そのの当時の記事でであるんですけどセブンイレブンの接客コンテストで頂点に立ったのはベトナムの外国人従業員だということでセブンイレブンジャパンが6月19日開催した第2回セブンイレブン接客コンテスト全国大会で参加2476人の頂点に立ったのはベトナム出身の外国人従業員レ・ティ・フォン・ウ・タオさんだったということで挨拶した野田取締役執行役副社長 営業本部長は全国40万人の従業員のうち外国人従業員は4万人。 レティ・フンタオさんはその4万人の誇りでもあると思う本当におめでとうと称えたということで接客コンテストは加盟店の働きがい創出が目的だということで働きがいを作ろうぜっていうようなためにコンテストをやってるらしいですよね活躍している従業員がもっと輝ける場が欲しいという加盟店オーナーの声に SEJ が答え従業員のモチベーションアップを図るべく昨年6月に第1回が開催されたって いうことなんですけど、まあ、これで結果残したら給料とかが上がるってことなのちょっとそこら辺は分かんないんですけど、まあ、とにかく積極コンテストをやってですね競わせてるということなんですよね第2回の今回は2476人がエントリー2476人は各加盟店から選出された代表者となるこの日の全国大会は各地区の大会次いで各エリアの大会を勝ち抜いた22人が接客を競い合った。 まあ、そしてセブンイレブンの上の人たちはこう言ってるんですけど野田副社長は国内外業種、えー、業態問わず最後はやはり接客セブンイレブンの接客時間は約45秒今日皆さんファイナリストがやっていただいたような接客を続けていただければ間違いなく新しいお客様あるいはリピーターがどんどん増えていくと確信していると期待を寄せるまた木村、えー、取締役副社長管理本部長も一人一人のお客様の対応 立場になって気持ちを込めておもなし。おもてなしをすれば、やはり人の心に響いて感動を呼び起こすということを今年も改めて感じたと述べるということで、まあ、とても素晴らしいコンテストだったよ。ということで、まあ、こういうのを他のスタッフもやっていこうぜみたいなことを言ってるわけなんですけど、その内容があまりにやべえぞということで、まずはちょっとね。スクショの画像だけ見ようと思うんですけど、例えばこんな感じで、ね、まあ、お客さんに対して。富永 さんそっくりでめっちゃ可愛いですねということでお客さんの赤ちゃんに対してそういうことを言ったりだとか他には大変申し訳ございませんセブンイレブンではお取り扱いできませんということでできないことを深々と頭下げたりだとか他には最近お目にかからなかったですがどうしていたんですかみたいなそんな会話をお客さんに話しかけてるんですよね。 えちょっとやりすぎじゃねみたいなそんな接客がコンテストで披露されてみんな絶句なんですよねええー、ってコメント欄がツッコミの場と化していて大草原不可避だぞっていうふうに言われてるわけなんですけどもう少しね動画で見ていこうかなと思うんですけどこちらで、ね、YouTube で上がっているニュースの動画なんですけどこんな感じねお久,お久しぶりですって言って声かけてきてですね 最近お目にかからなかったんですがどうしていたんですかってそんなのいきなり聞くってこれが正しい接客なのかっていう話なんですけどいやもちろんめっちゃ仲いい人とかがまあ地元でねいるとは思うんですけどただこれを素晴らしい接客っていう話にするとちょっと違うかなと元々は思うんですけどちょっと忙しくてってお客さんが言ってて。 いやもうコンビニぐらい行けない時あるでしょ忙しいのにお子さんの面倒まで奥様は幸せ者ですねみたいなそんな会話までしてるんですけどこれも接客に入れちゃうのセブンイレブンって。 ちょっと、おとみちゃん理解できないかなと思うんですけど、もちろん、地元で仲いいお客さんがいて、こういう接客してるのは別に悪いことじゃないと思うんですけど、接客のコンテストって言われて、それを見てみんなも真似しましょうっていう内容にしては、あまりにもコアな話してますよね。まあ、もうちょっと見ていきますね。 今日は暑いのでがっつり食べてこれからお仕事も頑張ってくださいでって言うようなそんな接客とかも挙げられてたりだとかここまで言われるとちょっとやりすぎだろってなりますよねこういうことを言われたりだとかえ他にはですねもうちょっと進んでいくとさっきのやつねえここら辺かな U パックで荷物を送りたいんですけど送れますかってお客さんに言われたパターンの接客ね 大変申し訳ございません。セブンイレブンではお取り扱いできませんって。まあめっちゃ頭を下げてですね、そこまでする必要あんのかって。U パックを送れるって、いや、できないんです。すみません。ぐらいでいいと思うんですけど、ここまで頭下げる必要あんのって。さすがにセブンイレブンもスタッフに求めすぎじゃねっていうことで炎上しまくってるわけなんですよね。この様子が。でちなみにまあ優勝した人のね、えー、その接客を見てみるとですね、1位はあって。 富永さん、こんにちは、お子さんがいらっしゃったのですかっていうことで、まあ、よく来てくれるお客さんなのか、富永さん、名前まで知ってる、そんな状況なんですよね。で、富永さん、こんにちは、お子さんいらっしゃったのですかって、いや、ちょっとコンビニにしては仲良くなりすぎでしょ。富永さんにそっくりで、めっちゃ可愛いですね、っていうことを言ってたりだとか。 まあこちらの方がね、えー、優勝したぞということなんですけど、いや、別にいけないわけじゃないんですけど、相手によっては、もちろんこういう接客してほしい人もいるとは思うんですけど、これをベースにしちゃいけなくないって思っちゃうんですけどね、元光は。あのー、名前とか逆に覚えられたら怖いよ、普通お客さん。コンビニに行って、富永さん、お子さんいらっしゃったんですね、なんて言われたら、ちょっと怖いよ、普通は。 まあ各業種にそれぞれのちょうどいい距離感っていうものが存在すると思うんですけどこれをベースにしちゃったらコンビニ業界はちょっと違うくないって元光は感じるんですけどねまあネットの意見もそういうのが多いわけなんですけどちなみにねこんな感じのことを言われててセブンイレブンの本部の人はね日頃素晴らしい接客をされている方が数多くおられるその方々にスポットライトを当ててモチベーションアップを図っていきたい素晴らしい従業員さんが増えていけば来店につながるだけでなく アルバイト募集の際にもこのお店で働いてみたいと思っていただけるようになると語るのは井口オペレーション本部加盟店研修部の統括マネージャーだということなんですけどいやコンビニにこれって求められてるのかってなっちゃうんですけどねで他にもこういうことも言ってるんですけど人手不足の施錠で募集採用とともに働きやすい環境を作り従業員を定着させることが重要と指摘するということで人手不足解消の やめて,てめてしまう理由の最たるものが仕事内容がわからないという不安この不安を解消すべく新人向けの研修制度や新人教育する人を育てるような研修制度を設けている今回の出場の教育する側のリーダーをさらに増やしていくことが新人さんの定着ひいては人手不足の解消につながると考えていると説明するということでまあ最終的には人手不足の解消につながるんだって言ってるんです 本当ににそうななななののかか今みたいな接客をするることで解消になるのか、えー、外国人従業員向け研修制度も設けておりその中でお互い不信するのが言葉と文化の違いというと割り箸一つとってもお箸菜箸箸といろいろな言い方があり外国人の方が悩まれると聞く文化については5分10分の遅刻は気にしないというのが多くの外国の方の反応だが日本で働く上では時間を守り遅れそうだったら 自然に連絡をくださいいとと伝えていると語るとまあこういうところは大事なところだと思うんですけど教育っていう意味では果たしてここまでお客さんは接客を求めているのかっていうところですよね、まあ、さっきみたいなコンテストのね最近お目にかからなかったですがどうしていたんですかってお客さんに聞くってこれはちょっとやりすぎじゃね、まあ、ちょっとですね YouTube のコメント見ていこうかなと思うんですけど「えー、現店員です」と「こんな三文姉妹のコンテストしたって店で定着するとは思いません」 då. こんなの店で定着しねえよって現店員に言われてたりだとかレジに並ぶ後ろの客はそんな無駄話してないでとっととレジ打てよっていやそうなりますよね他の客からしたらこれが従業員のモチベーションアップにつながるって考え自体に吐き気がしますと意味不明だよってでコンテストするよりパートさんの長年働いてる5年10年15年医療表彰金支給したり20円30円と年度で時給上げた方がよっぽど店員のモチベーションは上がる と思いいますといや元つもそう思いますね、えー、こういう風にね時給がちょっとずつ上がっていくだけでもモチベーションっていうのは上がると思います他にも給料と業務内容が見合ってないぞーっていうことでこ,のこんだけねいろいろ接客して給料がこれっていうのはおかしくねえかっていう風に言われてたり元コンビニ店員ですリアルに求められるのは客が多い時にどれだけ迅速的確にレジ生産業務ができるかと癖のある客を無難に裁けき けるかですよっていうことで。 コンビニの正しい接客ってここだぞっていうふうに言われてたりだとかこれ見て勘違いするクレーバーが増えるからやめろっていうふうに言われてたりだとかね、まあ、ニュースでこれ見ちゃったら「おい店員全然声かけてくれねえじゃねえか」っていうようなクレームとかも来そうじゃねえかっていうふうな話ですよねまあそりゃあこれをベースにしちゃおかしいと思いますよねまあそしてこれで人手不足が解消すると思っているその発想自体ちょっとおかしな話かなと思います 思うんですけどね元日はレッドの意見をもうちょっと見ていくとセブン−イレブンの接客全国大会出場者の接客見たけどこれ完全に大会仕様ですよねって実店舗でやったらなんだこのうざい店員ってなる感じいやほんとそうだよ家の近所のオーナー老夫婦の方がずっと自然で感じいい接客するけどなーっていうことでこんな接客されたくねえよみたいなねとか他には働き手の定着人手不足解消につなげたいここまで接客を求めるのは問 スターーークレーマーぐらいだろうって本気でこんなことを思ってるのはセブンの経営者って世間知らずにも程があるぞっていうことでま,あまさに無能だって言われてるようなねそんな炎上が起きてるんですよね他にもこういうことをするからお客様至上主義がはびこってカサラみたいなのが増えるんじゃないのかっていうことでやりすぎだぞってまあこれはね第1回の時の話ですけどね2023年の話だったり他にはセブンが接客の全国大会やってるってニュースを見て 上がバカしかおらんのやろうなって思ったというふうにね言われてたりもしますね他には「セブンの接客全国大会何でこんなのが代表になるのよ」っていうふうにね言われてたりだとかいやこれをベースにするのはおかしいよね確かにいや別にこの接客をする店もあってもいいとは思うんですけど。 じゃあ全国のみんなこれを真似しししてて接客していきましょうそしたらセブンイレブンはより良くなっていきますっていやそれは違うと思いますよね他にはこのイベントマジで誰が幸せになるのか教えてほしいっていやほんとそうだよねこれ何のためにやってんのっていやシンプルにこのコンテストで勝った人 っていうのがあの給料増えるとかだったらまだわかるんですけどモチベーション上げるためにやってんだってちょっとよくわかんないよね他には店員は声かけするやつも態度悪くして承認欲求求めてくるアホもいらんからロボットのようにレジ打ちして終わってくれたらそれでいい何も求めてないからっていうことで。 まあちょっと冷たい言い方かもしれないですけどそれ業種ごとに求められてるものが違うわけですよねお客さんから。まあ、例えばさ弁当買った時に2個弁当買ってるからじゃあ箸2個つけときますねとか3つつけときますかみたいなそういう気配りをするような接客があるとか。 フライドチキンを買ってるお客さんに来週からちょっと20円引きのセール始まるんでどうぞとかそういう欲しい情報をくれるとかそういう接客だったらいいなと思うんですけどいやこんなね世間話を接客に入れるっていうことが素晴らしいことってなるのはちょっと違うかなと本光は思いますけどね。 コンビニにお客さんが求めてる接客ってそこじゃねえよってなっちゃいますよね。他にはこういうことやってるからモンスター客やストーカー客が生まれるんじゃんっていうことで、まあ、変にね意識しちゃった。 店員に恋心が生まれちゃったりして、ストーカー客になったらどうすんのとか、ちょっと方向性違うよね。接客っていう内容の。こんなコンテスト良くねえだろうっていうようなね、そんな意見があったりするんですよね。こうしたところからも、セブンイレブンの社長無能すぎるだろうみたいな炎上の仕方はしていたわけなんですよ。まあそういうのが改めて判明してしまうというような、そんな話でした。まあ社長はなぜこんな感じでね、セブンイレブン社長無能だとかが、 アレストに入ってくるのかそれを振り返って反省するところから始めるべきなんじゃないのかなと思いますけどねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました